外崎をストライク先行で追い込みました。ここまで毎回の7奪三振。伊藤大海最多勝へ向けても大事な今日のマウンドです。ちょっとそのロジンの粉がマウンドの上あたり、今の外崎がタイムかけたんでしょうかね。笑顔の外崎です。今伊藤大海もすいませんとおいロジンね、このおいロジン。2安打切れていきます。ここまで行って抑えた、距離感もしっかり測ってました。近藤笑顔のキャッチでした。珍しくボールをこうね通り越していくっていう感じでしたね、バットの先、おっとうまく取った、一塁へ送ります。今の難しい回転でしたよね。いや、まあ、苦笑いしますけど、なんだっていうね、今こうなんていうかスネークというか、蛇のように、引退試合が予定されています。おっとちょっと足元が56キロかかと引っかかりました、これはいつもの伊藤投手のイーファスピッチではないですよね。違います、ね、そうですね、左足のかかとが引っかかってしまいました。怪我しなくてよかったですね、そうですね。三塁線取って安田一塁送球だ、一塁はセーフになりました。内野安打。さあリクエストに、さあここは吉井監督はいつもの小さめのリクエストのポーズです。あれは大きさはあるんですか。いや、ないと思うんですよ。吉井さん大体ちっちゃいですね。ちっちゃいです、控えめ大体ちっちゃいですね、はい、いや大きさがあるんですか。いろんなあの監督の特徴ありますけど、あ、そうです。吉井さん大体ちっちゃめだったんです